どうも、皆さんこんにちは。こんばんは、ナッツです。本日は今個人的にものすごく気になっているゲームを1本ご紹介させていただきます。まあ、個人的には神ゲーなんじゃないかなと思っているんですけども、正直言うとちょっと不安な要素があったりとかっていうか、怖いところがあったりもするので、そういったところも動画の後半でお話ししていきますので、よかったら最後まで見ていってください。そのゲームっていうのが早速なんですけども、こちらアウトライダーズというゲームになります。来年の2月の2日に発売されるゲームになります。対応プラットフォームとしては PS4、PS5、Xbox One、シリーズ XS、PC になります。そしてこちらのゲームはマルチプレイに対応しているんですけども、最大3人で遊ぶことができる、RPG にはなるんですが、 RPG とは言ってもハクスラ要素をがっつり盛り込んだ TPS シューティングになります。もう正直こう RPG 要素、ハクスラ要素、 TPS シューティング、これだけでもすごい面白そうだななんて思っております。まあ、もちろん、ソロプレイも可能になっておりますので、まあ、好みの遊び方で遊べるんじゃないかなっていうところですね。こちらのゲームハクスラ系ということで、ミッションで武器だったりとか装備品、そして資源だったりアイテムを集めてキャラクターを強化、カスタマイズしていきます。まあ、先ほどキャラクターを強化というお話をさせていただいたんですけども、こちらのゲームは序盤で4種類の中から1つのクラスを選択して、そのクラスに応じた超能力を使いながら戦っていくんですよね。なので、シューティングと超能力を合わせた戦いになるっていう感じになります。それではその4つのクラスご紹介していきます。まずはこちら、時間と空間を操作するトリックスター。敵の背後にワープしたりとか、一定範囲にスロー効果を与えたりできるクラスになるんですけども、仲間とタイミングを合わせることで一気に敵を倒しきることもできちゃうクラスになるそうです。個人的な印象としてはかなり器用なクラスになるんじゃないでしょうか。なんて言うんでしょう、スカウト的なポジションでもあり、一番アタッカー的なポジションでもあるような、そういったね、かなり器用な一面があるんじゃないかなと思っております。続きまして、爆発的な火山エネルギーを操るパイロマンサー。炎と爆発による中距離攻撃を放ち、さらに近づいてくる敵には炎の壁で迎え撃つっていうようなね、非常にかっこいいクラスになっております。まあ、中距離系のクラスっていうことで、おそらくなんですけども、一番標準的な癖がないクラスになるんじゃないかなと今の段階では予想してます。続いて3キャラ目になるんですけども、重力操作の能力を持つデバステーター。こちらのクラスは頑丈な体を駆使して一番最前線で戦闘します。岩石をまとって防御力をアップしたりとか、そのまま突進して敵を蹴散らしたりなど、本当にタンク的なクラスですかね。チームの盾になりながら戦っていくようなクラスになると思いますので、タンク系のキャラが好きな方はこちらデバステーターおすすめになります。続いて4キャラ目、タレットや機雷を設置して戦う遠距離型のクラス、テクノマンサー。こちらのクラスは状態異常攻撃で、他のクラスと違って継続的なダメージを与えていけるクラスになるそうです。遠距離型なので想像なんですけども、おそらく体力は低めで、結構ちょっと離れたところからチクチクとっていう感じなんですかね。こう個性あふれる4つのクラスなので、好み分かれそうですよね。自分の場合はなぜか対極なんですけども、3つ目と4つ目のクラス、デバステーターとテクノマンサー、この2つのクラスが結構気になっております。そして、こちらのゲームかなり高いカスタマイズ性があり、まさにそこがやり込み要素になってくる部分なんですけども、ちょっと自分も映像で見たんですけども、スキルツリーもすごい量あるんですよね。一人のクラスに対してかなり、分岐があるようなスキルツリーで、本当にスキルの取り方でかなり戦い方変わってくるんじゃないかなっていうぐらい、たくさんいろんな種類のスキルツリーがあるので、そういったところも楽しみですよね。一つのクラスの育成した先が一つじゃないっていうのはすごい面白いと思います。そしてそういったキャラクターの育成要素とはまた少し変わったところになるんですけども、いろんな能力を持った武器だったり装備の厳選、やっぱりハクスラって言ったらそこだよねっていう感じだと思うんですけども、武器一つ一つにどうやらちょっとした能力がついてるみたいでして、まあそのね、能力の内容っていうのはまだはっきりとは分かってないんですけども、やっぱり強い能力をひたすら厳選して集めていくっていう感じになるんじゃないでしょうか。
武器だけじゃなくて他にも装備とかもあるので結構長く遊べそうですよね。そしてこれはちょっと映像で確認しただけにはなってしまうんですけども、拠点っぽいようなところのなんかのマシンみたいなところから武器がボン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 出てくる映像があったんですよね。なのでそういったところを見てみると、もしかするとミッションに行ってそのクリア報酬だったりとか敵からドロップする以外にも装備をゲットする方法があるかもしれないです。例えばミッションにいっぱい行ってそのクリア報酬とかで、まあお金なりなんなりって入ると思うんですけども、そういったものを使った武器ガチャみたいなのが実装されているのかもしれません。装備を入手する方法が一つじゃないっていうのも面白いですよね。そしてこちらのゲーム、先ほどクラスが4つあるっていうお話をさせていただいたんですけども、クラス自体は4つあるんですけども、キャラクターの見た目自体は結構自由にカスタマイズできちゃうみたいです。なので気に入ったクラスでさらに気に入った見た目で遊べちゃうっていうのも TPS ではかなり大きいんじゃないでしょうか。そしてそういった外見だけではなく結構キャラクターの能力自体もカスタマイズできちゃうみたいなので、本当に好みの性能を作れるかもしれません。まあ、ちょっと簡単に、こちらのゲームどんなゲームなのかっていうことでご紹介させていただいたんですけども、この動画の冒頭でお話しさせていただいたちょっと怖い部分があるというか不安な部分があるっていう部分なんですけども、正直最近のハクスラ系のゲームってあんまりうまくいってないゲームが多いんですよね。新作の期待されてるハクスラゲームが出ると大体ちょっとこけてしまって、まあちょっと酷評がすごかったりとかっていうゲームがすごい多いので、まあそういった意味で最近の流れを見てみるとちょっと怖いかなっていうのがまず1点。そしてもう一つなんですけども、このゲームは発売後にアップデートでいろんな要素を追加していくタイプではないみたいなんですよね。いわゆる発売された時にすでに完璧に完成されている買い切りのゲームみたいな感じなのかなっていうところなんですけども、そこでちょっと心配なのが最初のボリューム次第というか、最初にもしボリュームが少なかったらそこから追加されていく可能性っていうのは限りなく少ないので、ちょっと発売された直後のボリュームが気になってくるのかなっていうところと、最近で言うとゴッドフォールっていうゲームがあったんですけども、そのゲームも同じタイプで発売された時にはもう完成されてますよっていうゲームだったんですけども、それもちょっとボリューム不足だったんですよね。なのでハクスラとはいえあんまり長時間遊べないんじゃないかとかっていう不安もあったりとかして、ちょっとそういうところが少し怖いんですよね。個人的にはものすごくゲーム自体面白そうだと思いますし、正直神ゲーかなっていうぐらいまで思ってるんですけども、ちょっと怖いところもあるので、こちらすごくおすすめではあるんですけども、購入前に少し自身で調べてみてください。ただ、もしかすると来年一番のハクスラゲーになる可能性も個人的には十分秘めている作品だと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、ちょっと雑になってしまったんですけども、アウトライダーズっていうゲームを簡単にご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。